ノボミチュリンスクは、ロシア連邦のリャザン州南西部にある都市で、オカイコールドン平原の北方に位置し、岡川水系のプロニャ川沿いに立つ。州都リャザンからは南へ 85km。最寄りの町は 27km 南西にあるスコピン。リャザン州のプロンスク地区に属する。人口は2743人。1989年ソ連国勢調査では19610人。 2005年の推計では2400人。ノボミチュリンスクは1968年にリャザン火力発電所建設とともに、その労働者団地として建設され、1981年に市となった。ノボミチュリンスクという地名は、近郊にあるベルシチナ村、京のミチュロフカ村で生まれ育ち、火事の品種改良のための農園を開いた植物学者イバンミチューリンにちなむ。 ノボという設当時は、田んぼ府州のミチュリンスク市と区別するためである。ノボミチュリンスクには、リャザン火力発電所があり、出力は二千六百五十メガワットに達するほか、三百十メガワットのガス火力発電所グレスマイナス二十四も建設されている。両方とも、電力会社 o g k マイナス六が運転する。同社はかつては持ち株、会社統一エネルギーシステム参加にあったが、 ロシアのエネルギー企業再編に伴い2008年6月に独立した。その他の産業には、軽工業や食品産業、建設業などがある。街には、ビルキノとボスレーボボを結ぶ貨物船が走る。20km 東にあるビルキノには、モスクワリャザンリャジスクボロネジを結ぶ幹線の鉄道駅がある。ありがとうございます。